クリス・ジャク・ボースカスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム出身のの、元プロ野球選手。うと右打ち。幼少期は、地元のエンゼルスを応援して育ち、自分はエースで4番を務めていた。しかし、野球の盛んな地域だったため、大学まではほぼ無名の選手だった。2002年。 大学3年の時、オクラホマ大学から推薦を受け、一類種として、プレーするが成績は平凡で、ドラフトの指名もなかった。2003年に独立リーグフロンティアリーグの、フローレンスフリーダムに入団。2005年にオハイオバレーレッドコーツに移籍し、フロンティアリーグで、計3年間プレーしたが、9勝15敗という、平凡な成績に終わり一度は、引退を決意する。 しかし、野球の世界が忘れられず、翌2006年、再び独立リーグのゴールデンベースボールリーグの、フラートンフライヤーズで復帰する。そこで、投資コーチをしていたチャーリーハフに、基本から徹底的に教え込まれると、成績は急上昇し、その年は15試合に登場にし、8勝1敗、防御率3.09で、年間最優秀投手に輝いた。 2007年もアメリカンアソシエーションのリンカーン・ソルトドッグスでプレー6勝0敗の記録を残し、6月13日にシアトル・マリナーズと契約した。2007年は AA 級ウェストテン・ダイヤモンド・ジャックスで0勝4敗、防御率4.94と振るわなかったが、翌2008年は AA 級ウェストテンで3勝0敗、防御率0.83。 トリプル A 級タコマレーニアーズで5勝1敗、防御率2.59と高成績を残し順調に昇格していった。2009年、マリナーズのスプリングトレーニングに招待選手として参加、7試合に登板して2勝0敗、防御率1.99の高成績で、開幕25人ロースターに残った。4月8日のミネソタツインズ戦で、救援投手としてメジャーデビュー。 30歳と遅咲きのデビューとなった。2登板目の4月10日に初勝利を果たす。その後先発として8試合に登板し、その後救援に戻った。2009年11月20日にウェーバー工事を経て、ピッツバーグパイレーツに移籍。2010年は移籍後初登板初先発となった4月23日のヒューストンアストロズ戦で、1回二しま塁の場面で、 ランス・バークマンの放ったライナーが後頭部付近に直撃し緊急降板。この年の当番はこの1試合のみとなり11月6日に FA となった。2011年1月27日にボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結んだ。開幕はトリプル A 級ノーフォークタイズで迎えたが4月9日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。 33試合に登板し、2勝2敗、防御率5.72の成績を残したが、11月2日に FA となった。以後は、アリゾナダイヤモンドバックス、トロントブルージェイズ、ミルウォーキーブルワーズ、クリーブランドインディアンスのマイナーに所属するが、メジャー昇格の機会はなく、2014年2月4日に、現役引退を発表した。ありがとうございます。